自然への畏敬と感謝の心から生まれた日本の神様、敬う人々の心が所作となり、暮らしに寄り添う神棚が生まれました。1961年、静岡木工の前身となる杉本木工を創業、木製品雑貨製造業として始まって以来、現在にわたり神棚を中心とした木製品の製造・販売を行ってきました。2013年には伝統的な神棚の概念にとらわれないデザインを重視したモダン神棚を発表。時代の変遷に伴う住宅事情やライフスタイルの転換を受け、現代の生活様式に合わせた新しい形を提案しました。私たちは神棚という商品の販売を通して、お客様の安らぎと祈りの場の提供を目指しております。日本の社会に根付く文化や風習を発信する企業でありたいと思い、時代に合った神棚の商品開発や企画販売を行っています。静岡木工は社員が楽しく働くことができ、関係する人たちと寄り添い支え合うという企業風土を大切にしています。自分と仲間の幸せを願い共感し合う、そんな環境や文化には人々を幸せにする力があると信じているからです。神棚をはじめとした様々な祈りの形、全国に3000店舗を超える取扱店と確かな生産力、物流力で神棚業界を牽引してまいりました。2016年には神様の棚が、2018年には神様の線がグッドデザイン賞を受賞。材質にこだわり、デザインにこだわった数々の商品が新しい世代にも受け入れられていきました。継承してきたこの文化というものは、古くからご縁のある遠江の国一宮奥国神社様、そして職人の方々や関わる多くの方々のご縁の賜物だと考えています。私たちは神棚業界のリーディングカンパニーとして、日本の文化の発信をはじめ、新しい市場の発掘拡大を行ってまいります。神棚は祈りと感謝をする場所、日本人の心の拠り所である神棚を扱う静岡木工は、今までもそしてこれからもご縁に感謝し、平和な世の中を願って少しでも社会に貢献できるよう精進してまいります。